はい、じゃあそれでは今日の授業なんですが、前回は、痴漢の、性質をですね、一応まとめまして、既痴漢と軍痴漢の話などをして、で、最後にその行列式の、定義をしたところで授業が終わりました。で、多分皆さん演習の方では行列式の、計算を続々と進めていることと思います。で、実は行列式の計算にあたっては、こう行列式のいろいろな性質というのが出てきまして、で、そういったいろいろな性質を駆使して、実際には計算を進めるので、その講義の方でもそういった話をですね、早くしてくれという人も多分いると思いますし、また僕もできればそういう話になるべく早く進みたいところではあるんですけれども、ただ今ですね、これからこう教科書に載っているような内容を見ていますと、行列式の、手順ももちろん大事なんですが、その中にあるその行列式の性質といったことに関して、いくつか学ぶべきこともありまして、でそちらに関しても少し、やっぱりこの講義の場である程度丁寧に説明しておいた方がいいかなというところもありますので、少しこう計算を急ぎたいという人は待たせてしまうかもしれませんけれども、講義の場でですね、こういったところで少しその行列式の性質についてもじっくり説明したいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、前回は行列式の定義まで終わりましたの で定義の次に何を説明しようかなと思ったんですが、とりあえずその行列式の計算、差し当たりの計算にあたって多分一番大事だろうと思われる公式に、サラスの公式もしくはサラスの定理というのがありますので、多分多くの人はすでにもうマスターしているかもしれませんが、一応復習としてやっておきましょう。で、サラスの公式として知られているものは、2次の行列式とそれから3次の行列式の計算法なわけです。で、まずその2次の行列式の計算法から書きますと、これいわゆるたすき掛けというふうにも呼ばれる計算の仕方だとですけれども、教科書ですと74ページの下の方に図がありますので、それにのっとって書きましょう。で、例えば2次の行列式ですと、斜めにですね、この成分の積を取りますけれども、この図に、教科書の図にもありますように、 A の11 A の22というこの左上から右下に下っていくこの成分の積についてはこれプラスの符号を取ると、すなわち加えるということですね。で、それから、逆にその A の12 A の21というその右上から左下に下がってくるその成分の積についてはマイナス、すなわち引きなさいと、そういうのがまずその2次の行列式の計算の基本になります。多分2次の行列式は皆さん高校でも行列式という名前ではないですが出てきたと思いますので、それほど問題はないかと思いますが、やはりそうしますと大事なのは3次の行列式の方でして、
で、これも基本的にはその、まあ、たすき掛けといって、そのこの斜めに並んだその行列の成分の席を取りますけれども、先ほど2次の場合と同じように、その加える方ですね、符号がプラスのその成分の積というのは、まあ対角成分ですと、まあこんなふうにこうつながっているわけなんですが、これ一つ例えば右にずらして A の1、2成分からこう斜めに下っていきますと、ここで行列がこう終わって列が右端に来てしまいますので、そしたら今度は、左端の列に戻って、だからこの行列をこうなんでしょうね、こう筒みたいに丸めてこうくっつけたようなつもりでこう右下に向かって降りていって、成分の積を取るという形で、計算を進めます。でそうしますと、この A の1、3から始まるその成分の積についても同じように、今度は左端からこう右側に降りていくと、まあ、こういう成分の積が、まあ、正になりますので、そうすると、3次の行列式の、項の中でその、まあ、符号が正になる項は合計、この色分けで書いた3つですね、この3つの積が、符号が正になります。でこれがプラスと。で今度は、符号が負になるその成分の積の取り方なんですけれども、あとちなみにこの板書の写し方なんですが、一応まあ僕自身はこう何でしょうね、こう3つのこう斜めの成分の積が分かるように3色使ってますが、皆さんはそれぞれ皆さんのが自分が一番分かると思うやり方で写してください。でまあ今度は符号が負になる成分の積の取り方は、基本的に右上から左下に向かって斜めに成分の積を取るというので、まずまあこういう積がありますけれども、その他にはこうですね、赤い部分ですとこういう取り方もありますし、それからまた青い部分の取り方ですとこういう取り方もあります。一応このそうですね、まあ、それぞれのグループを区別するために番号は振りましたけれども、この番号は必ずしもその順番とは関係ありませんので、実際にその、まあ、成分をのですね、この積を並べる際にはこれどの順番並べても問題はありません。ということで、まあ、産業3列の行列式の場合ですと、ここに示しましたように合計6つの項が出てくるという点を押さえておいてください。それから、皆さんにですね、一つ注意として強調しておきたいのは、その4次以上の行列式にはこの公式は成り立たないというところですね。でこれは、授業で
何度強調してもですね、その演習レポート試験になりますと、この4時以上の行列にこのサラスの公式を使っていて、あと誤った行列式を導いているという例が必ず見受けられます。これは過去の例なんですけれども、一応過去の実績から見てですね、このことは何度強調しても強調しすぎることはないという、まあ、なんか英語でよくある構文のようですけれども、とりあえずこのサラスの公式は使えるのは2時と3時の行列式の場合だけですので、よく注意してください。じゃ一応書いておきますね。4時以上の行列式には使えない。ということを注意しておいてください。はい、ということで一応、まあ、サラスの公式について多分皆さんよく知っていると思いますが、復習をしてみましたので、ここまで何か質問はありますか？いいですか？はい。それでは、今日はちょっと話は前後するんですけれども、その痴漢行列という話題を取り上げたいと思います。で実はこの痴漢行列というのは、その行列式の教科書では行列式の定義の少し前に出てきていました。教科書ですと、教科書70ページの下半分から71ページの上半分にかけてのあたりだったんですが、実は、この授業では先週の金曜日こう休むということにしておりましたので、まあ、その前に何とかして行列式の定義ぐらいは先にやっとこうと思ったので、先週の火曜日ですね、先に行列式の定義に行きましたけれども、実はその後で行列式の定義の後でですね、その痴漢行列に関する性質を少し取り上げていますので、一応この機会にこの痴漢行列というのを話を少ししておきたいと思います。でまずその痴漢行列って何ですかっていう定義から入りたいと思いますけれども、ここではですね、N 項数ベクトル空間の基本ベクトルっていうのを考えます。まあ、ちょっと名前難しそうですけれども、N 項数ベクトル空間の基本ベクトルからなる標準規定で、それは何じゃという話なんですけれども、これを見れば少しは見当はつくかもしれません。
そのうちこの単位ベクトルとでも呼ばれるあのベクトル、こういう基本ベクトルですね、こうある成分だけが1で、それ以外の成分が全部0のベクトルです。でもう少しただあの正確に言うと、この E1 から EN という名前がついておりまして、で E1 が第一成分だけが1のベクトル、基本ベクトルと、から E2 が第2成分だけが1の基本ベクトルで、同じように点々点といって、最後に EN がその第 N 成分だけが1の基本ベクトルとしましょう。そしてこれら N 個のですね、この基本ベクトルの集まりをオメガと置いています。ここまでいいですか。でこの基本ベクトルの集まりに対し、ここで読めますかね。ちょっと見づらいですか。じゃあ この続きは隣の黒板に書きますか。に対し、ここで置換が出てくるんですけれども、この N 文字の置換ですね、 N 文字の置換、シグマによって定まる対応付けを考えましょう。で、それはどういう対応付けかというと、シグマのその基本ベクトルを別の基本ベクトルに移すんです。あ、シグマじゃない、オメガ。オメガの基本ベクトルを別の基本ベクトルに移すんですけれども、そのどういう移し方をするかというと、オメガ i という、ここに何か番号が入ってるんですね。1から n までの何かの番号が入ってる。で、これをこのシグマを使ってどう移すかというと、シグマ i 番目の、基本ベクトルに移しましょう。ですので、今までその置換というのは、その i という数字をそのシグマ使って、で定められたこのシグマ i という別な数字に移すという対応付けだったんですけれども、これをその基本ベクトル同士で同じようなことをしようと。で、基本ベクトルには1番から n 番という番号がついていますから、その数字の i をシグマ i に移す代わりに、その i 番目の基本ベクトルをシグマ i 番目の基本ベクトルに移すという、そういう対応を考えましょうというのがここの話です。一応これが一番多分最初に大事な考え方だと思うので、ここを押さえておかないと多分そこから先の話が全部わけわからない、よくわけわからないなっていう話になると思いますので、ここだけまず最初に押さえておきたいんですけれども、皆さん大丈夫でしょうか。この i 番目の基本ベクトルをシグマ i 番目の基本ベクトルに移す、そういう対応を考えましょうと。で、実はこうして見てみますと、この今考えているこのシグマではですね、このベクトルをベクトルにこう移しているんですね。で、ベクトルをベクトルに移すやりのに使われる道具というのはいろいろあったんですが、その我々今までその線形代数では行列というのを習ってきました。で、ベクトルに行列をかける掛け算というのも習ってきましたから、じゃあこの i 番目の基本ベクトルをシグマ i 番目の基本ベクトルに移すのに、その行列の掛け算を使えないかということを思いつくわけです。そうしますと、
まあ、この時この、まあ、i が1から n までに対して ei ですね、 i 番目の基本ベクトルの左側にから行列 a をかけるとこのシグマ i 番目の基本ベクトルになるようなこういう条件を満たすn 次 a 行列 aを、まあ、ここではまだそのあるかないかとかどうやって作るのかとかはあんまりそこまで考えてませんから、とりあえずこういう性質を満たす行列 A というのが存在したらそれを置換行列と呼びましょうというのがこの定義です。でこの時こういう性質を満たす N 次正方行列 A をですね、その今与えられている置換シグマに対応する置換行列と言います。ここまでいいですか。じゃあちょっと写してください。もう一回ですね、この置換行列の定義を振り返りますと、今回はその1から n という数字の代わりに、n 個の基本ベクトルを考えましょうと。で、まあ、e の1から e の n というこの1番目から n 番目までの基本ベクトルを考えるというわけですね。で、この置換、与えられた置換シグマに対して、その、まあ、従来は、その、数字 i をそのシグマ i に移すという対応を考えてたんですけれども、ここではその代わりに、i 番目の基本ベクトル ei を、そのシグマ i 番目の基本ベクトル e のシグマ i に移すという対応を考えると。で、で今度はその、シグマによるですね、この EI と E シグマ i の対応付けを、その A という行列をもし使って表すことができたらってですね、すなわち E の i に、左側から A をかけることで、その基本ベクトル同士の置換を全部表すことができたとしたらっていうんですね。で、そういう A が存在したときに、その行列 A のことをこの置換シグマに対応する置換行列ということにしましょうというのが、まあ、この置換行列の話の道具立てです。まずここを押さえておいてください。ここまでいいですか。はい。それでじゃあ一応ですね、この今の話のゴールとしましては、その教科書73ページの真ん中のあたりにあります、この補題 3.5 というのを一応内容を理解する上で必要なことをこれからやっていきます。ですので、順番を追ってその置換行列の性質に迫ろうと思うんですけれども、一応ですね、まあ、置換行列はこういうものだという定義をしたんですが、じゃあ実際にどうやったら作れるかちょっとやってみましょうということで、まあ、置換行列の作り方をちょっと見てみたいと思います。で置換行列の作り方を見ていくわけなんですけれども、まずはですね、一番、まあ、素朴な見方としては、
その先ほどその、まあ、シグマによるその基本ベクトルの対応付けというのを 見たときにその、まあ、ある基本ベクトル EI をこの E のシグマ I に移す、まあ、行列 A ですね、 A を、まあ、考えるのがまあ自然だと思いますので、まずはじゃあ EI を E のシグマ I に移すようなその行列 A をどうやって作れるかというのをちょっと見てみましょう。そこで、E の I というのを一応列ベクトルの形で書き出してみますと、こういう形で、で、この大 I 成分が1であるというのをよくこんなふうな書き方をします。なんかこういうくさびのような、記号を打って、で、ここに I と書くことで、ここの列ベクトルは大 I 成分が1ですと、そういうことを表しています。で、これを、E のシグマ I に移したいということなので、E のシグマ I を同じような書き方で書いてみますと、こういう形になりまして、で見かけ上、あ、ごめんなさい、これ1ですね。見かけ上、その、まあ、2つのベクトルの1の位置は、こうどちらも同じ似たような場所にあって、本当に違うんかいなと言いたくなりそうですけれども、一応このような記号で、こちらの、右側の列ベクトルの1は、これは成分はシグマ I 成分が1ですよというふうに書いておくと、そのこの辺の位置関係がいい加減でも、ちゃんとこの成分の場所がですね、明記されていれば、こうちゃんと区別して扱えるわけです。で、まあ、こういう2つの、 その行列、あ、じゃあ、ベクトル、列ベクトルを、でどういう関係があるかってことなんですけれども、今日はちょっとスペースの都合で少し黒板を贅沢に使いますが、まあ、この E の I から E のシグマ I を計算する際にですね、この行列 A をこの E の I の左側から書けますので、実際にはこういうですね、E のシグマ I というのが、ある行列 A と、それから E の I の積ということになるわけですね。まあ、こうなっていると。で、まあ、少なくとも、その、E の I にですね、A をかけたときに、これが E のシグマ I になるように、この A の成分の一部をだけでも決めたいということなんですけれども、まず最初に、分かることっていうのは、この計算結果、この E の I に A をかけた結果っていうのは E のシグマ I なんですが、この E のシグマ I っていうのは、ここが1になっていますから、
そうするとこの行に関して何らかの計算をやっておかなければならないということは確かなわけですね。そうすると、実はここが第何行かっていうと、ここにありますね、シグマ行なわけですね。で、この行列をベクトルの左からかけるときの計算の仕方っていうのは、その行列のこのある行の成分とこの列ベクトルの内積、行と列ベクトルの内積っていう形で取りますから、そうすると、この E のシグマ I 計算結果のですね、このシグマ I 行っていうのは実はそのこの行列 A の同じ行ですね、シグマ I 行によって決まるということがまず分かれるということに注意してください。ですので、まず最初のに観察分かることは、そのまあ、E のシグマ i、計算結果の E のシグマ i の第、シグマ i 成分ですね、第シグマ i 行ですね、これは行列 A の同じ行によって決まると。今ここでその黄色い箱で囲ったように、その行列 A のシグマ I 行によって決まる、この成分が決まるということにまず注意しましょう。まずこれが第1点目ですね。で、じゃあ次に、そのじゃあこの A のシグマ I 行とそれから EI のこう内積を取るときに、その最終的な計算結果が1にならなければならないわけですね。そうするとこの内積の結果が1になるためには、この A のシグマ I 行というのにはどういう要素を詰めていかなければならないかということを考えますと、もう一方の列ベクトル EI は代I成分が1ですから、そうするとこう成分同士のかけて和を取ったときに、そのこれとどっかで1をかけて1が出てくればよいということで、じゃあ A のこの行でどこの成分に1が出てくればいいかっていうと、実はこの第I列にですね、1が出てくればこうてててててときて、こうかけ合わせたときに1が出てくるということがまず分かるわけです。そうすると、2点目に分かることは、A のまあ第シグマ I 行と、それから EI のまあ内積を取るので、その第 I 列の成分ですね、第 I 列の成分の、まあ、1と置けば、内積が1となると、そういうことがこう分かるわけです。で、ということで以上のことから、この置換行列の作り方について少し分かったこととしては、そのA のシグマ I 行に関する性質ですね。シグマ I 行、
まあ、J 列。だからこの行に関する作り方は分かったと。でどうすればいいかっていうと、第i 列は1にすればよい。それからそれ以外は0にすればよいということは、まあここから分かるわけです。でこれっていうのはその、教科書を方を見ますと、これクロネッカーのデルタというのを使っていますので、これデルタの ij というふうに書くことができます。ですので、これは、まあ、文章で言うと、その A の、まあ、シグマ i 行 i 列の成分を、まあ、1にすればよいと。でこれをその i が1から n までですね、すべて繰り返して、この A の各行の各列の要素を埋めていくことで、その置換シグ与えられた置換シグマに対応する置換行列が、まあ、このような形でできますというのが、今まずは一つの作り方なわけです。ここまでいいですか？まあ、とりあえず、まだよく分かんないなという人も、黒板は見えますでしょうか？少なくとも写すのに支障はない程度に黒板は見えますか？はい、じゃあちょっと待ちますか。で、一応ですね、そのまず置換行列の作り方の一つとして、まあ、こういう手順を作ってみたんですが、まあ、ちょっと気持ち悪いのはですね、この、 行と列の表記の仕方でして、まあ、本来行列を作るんだったらば、その例えば i 行 j 列っていうのを指定して、そこにがどうなるかっていうのを知ることができれば一番いいわけですよね。でところが、ここにありますように、そのシグマ i というのが入ってきていて、じゃあ、本来だったら、例えば1行3列の成分を知りたいのに、1行3列を知るには、このシグマでこう i を移して1になるような、そういうその成分をこう、i を見つけてこなきゃいけないというのは、ちょっと気持ち悪いと思う人もいるかもしれません。まあ、実際僕も一応教科書にあるようなその表記に合わせようとするとこのままではちょっと使いづらいなと思うところがあったので、じゃあ2番目として、じゃあこの A のまあ ij 成分ですね、こう i と j が与えられたときにこの ij 成分をまあ、うまく表したいと。で、どう表せばよいかということをちょっと考えてみたいと思います。で、一応ですね、この置換行列のこう役割っていうか、そのどういうことをやってるかっていうことをもう一回思い出してみますと、この置換行列 A というのは基本ベクトル EI を A のまあシグマ i に移すということをこう計算で行う行列なわけですね。でじゃあ、
ここがですね、この E の I ですね。じゃあ A で移してこの E の I に移ってくるようなその元の基本ベクトルは何だったろう、何でしょうかってことをちょっと考えてみますと、シグマで移してこう I に移ってくるような番号であればいいわけですよね。そうすると、シグマは置換ですから逆置換を当然考えることができて、そうすると、実はこのシグマで移す前というかシグマの逆置換で戻した番号を、まあ、シグマで移せば I に移ってくるということなんで、ここは実は、シグマインバースの I 番目の基本ベクトルをこう A で移すとちょうど I 番目の基本ベクトルに移るということになるということは、どうですかね、あまり自明じゃないでしょうか。I をシグマで移してシグマ I に移るんだったらば、シグマで移して I に移ってくるものってもともとの移る前っていうのはこの逆置換を使ってシグマインバースの I で表すことができると。まずちょっとこれを考えてみてください。で、先ほどはですね、この、上の方ではこのシグマ i、i 番目の基本ベクトルをシグマ i 番目の基本ベクトルに移すっていうのをこう上の行列の積で表してたので、今度は下にあるこのシグマインバース i 番目の基本ベクトルを i 番目の基本ベクトルに移すというのをその先ほどと同じように考えてみましょう。そうすると、まあ、先ほどと同じようなその式というか図を作るんですが、今度は移った先が EI ですね、基本ベクトル EI になっています。で、これが、まあ、A に、この E の、シグマインバース I をかけたと。で、ここの、E のシグマインバース I という基本ベクトルの1の成分は、のある位置というのはシグマインバース i という、まあ、ここがですね、位置なわけですね。で、これに対して、なんか a をかけて、で、大i成分が1になるようにするにはどうすればいいかというのをちょっと考えてみましょう。そうすると、実はその先ほどのと同じような考え方で、その A の成分をある程度決めることができると思いますので、先ほどの決め方をちょっと思い出してみてください。まずここでは、EI ですから第 I 行が1になっているわけですね。で、計算結果のベクトルの第 I 行が1になるようにするためには、その この第 i 行というのはどこで決まるかというと、実はこの行列 A の今度はその第 i 行で決まるんですね。ですので、最初に分かることはその、まあ、計算結果である EI の、まあ、第 i 成分は行列 A の第 i 行によって決まると。
まずこれが分かります。で、じゃあ次にこの行列 A の第i 行のそのどの成分を1にしてどの成分を0にすればよいかっていうことなんですが、これ先ほどと同じようにこの A の第i 行とそれからこちらの右側の基本ベクトルとこうドゥ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 と内積を取っていきますから、取っていくので、じゃあどっかで1になっていればいいわけですね。ちょうどこの1と積を取る部分の成分が1になっていればよいと。じゃあそのこの1と積を取る成分の列はどこかっていうと、実はこれがシグマインバースの i ということが分かります。っていうのはなぜかというと、この基本ベクトルの1の場所はここだからですね。だから a のこの行でもその同じ列番号の成分が1になっていればよいということで、2番目としてはその、まあ、A の A の i 行シグマインバース i 成分が1であればよいと。ということが分かりまして、あと残りはあと全部0でいいわけですね。で、実は今度はそのこの決め方からこの A の ij 成分というふうな形で決めることができます。なんでかというと、今考えているその行がですね、ちょうど第 i 行だからですね。そうすると A の ij 成分はどうなるかというと、1か0なんですけれども、1になるのは j がシグマインバース i に等しいとき、だから列ですね、第 j 列というのはここ j 列なんですが、ここはちょうどシグマインバース i の列のところだけは1で、j がそれ以外のときは0だということなんですが、ところがですね、そのこの式をよく見ますと、実はこれはですね、シグマ j イコール i という、 こう条件と同値だということを見てください。なぜかというと、i をですね、シグマの逆置換で戻して j だったということは、J をシグマで移せば i になるということをこう言ってるという意味にもなります。あとは、別な計算の仕方としては、この両辺を同時にもう一回置換シグマで移すという手もあります。すなわちこの両辺等しいですから、この両辺をシグマで一回移しても結果両辺等しいわけですね。で、シグマインバースの i をシグマで移すということは、これ元の i に戻るということを意味していますので、でこれ両辺にシグマをかければ、これ j をシグマで移した値が i に等しいと言っていることにもなります。で同じように下の条件もこれ統合悪統合になっただけで、下の方はまあシグマ j が i に等しくない場合と。ということで、これは実は、シグマ J がこの i に等しいか等しくないかと
いうのをですね、この、まあ、等しい時には1で、等しくない時には0だっていうのをこう先ほども使ってきたクロネッカーのデルタを使って表すと、これには i と、まあ、シグマ j の組で、その i とシグマ j が等しければ1だし、等しくなければ0だと、まあ、このように表すことができるようになりました。で、これってその何が分かったかというと、皆さんの中で一体何人の人が実際にこの問題を解いたかどうかわからないんですけれども、教科書71ページの例題 3.5 というのがあります。この例題 3.5 には、置換シグマを与える置換行列を A シグマで表すと、A シグマの ij 成分は、シグマの i、デルタの i シグマ j であることを示せという問いがありまして、実はこの問いに答えたことになっています。もちろんこれ例題ですから教科書にも答えは載っているんですけれども、これで分かる人はそれでもいいですが、一応僕としてはちょっとなかなかこれを読んでふすっと理解をするのはちょっと難しかったので、少し回り道をしてみましたけれども、こういう形でその置換行列を作るということを示してみました。で、とりあえずここまでいいですかね。じゃあ一応ですね、今の話を踏まえた上でその行列式の定義のあたりに戻りまして、補題 3.5 から少し説明を続けたいと思います。で、補題 3.5 は、教科書の73ページに戻りますけれども、まず1番目にですね、出てくる話は、主張は、A シグマというのを、この置換シグマに対応する置換行列と置きます。で、この時、この A シグマ、この置換行列 A シグマの行列式は、このシグマの符号に等しいというのが、1番目の主張です。で、次に、2番目の主張はもっと単純なんですけれども、単位行列、N 次単位行列の行列式の値は1です。というのが、以上の2つがこの補題 3.5 で述べられている主張です。まずここまでいいですか？で、これはですね、ここから先はその行列式に関するその性質がたくさんその定理や補題や命題として出てきますので、いちいち全部はこの授業では証明しきれないでしませんけれども、この補題に関しては少しその行列式の定義に戻って考えたり、あるいは今やりましたその置換行列の作り方を思い出しながら考えることで、少しは
渡航する面もあると思いますので、一応照明はここでします。まずその括弧1ですね、この痴漢行列の行列式なんですけれども、実は先ほどの痴漢行列の作り方をもう一回思い出してみます。そうしますと、痴漢行列の作り方からですね、その A シグマの第 I 行の成分というのは、そのシグマインバースの I 列のみ1で、それ以外は0でした。で、それを考えますと、行列式を計算しますので、行列式のその定義に戻ってこう計算しなければなりませんが、で行列式の定義っていうのをもう一回、定義 3.3 から思い出してみますと、A のシグマですね。で行列式の定義式をもう一回書いてみると、この SN の N 文字の痴漢を全部考えなさいと。でこの痴漢の符号に A の1行にその列はその痴漢で1を移した列で、 A の第2行の成分はこの痴漢で2を移した番号の列というふうにして、最後は A の第 N 行からはその痴漢のシグマダッシュで N を移した番号の列を、取りなさいというふうにこう、でこのシグマをいろいろこう全部変えて、取り得るだけの痴漢を取って、こういう項を全部加えなさいって言ってるんですけれども、今ですね、考えているその、A シグマっていうのは、これだけですね、ここの列だけ1で、あとは全部0ですから、そうするとこういう組み合わせがたった1つしかないということがまず分かるわけです。で、どういう組み合わせかっていうと、ここに出てくるシグマインバースっていう、そういう組み合わせしかないと。で、そうしますと、このシグマインバースの符号に A の1行、第1行は、シグマインバースの第1列を取ってきなさい。で、A の第2行は、シグマインバースの2列を取ってきなさい。で、以下同様にして、A の N 行は、シグマインバースの N 列を取ってきなさいと。で、実はこの、痴漢行列 A シグマの行列式をなす項というのは、この1個しかないというのが、実は先ほどの痴漢行列の作り方と、それから、行列式の定義から分かります。分かりますというか、分かるので考えてみてください、皆さん。まだ分からない人は。それで、じゃあ、あとは具体的にこの項がどういう値になるかというのを計算するわけなんですが、まず、この痴漢行列っていうのは、その、どの成分も0か1だったんですね。で、これは全部この1の成分のみを集めてきましたので、これは第1行の成分を1だし、第2行の成分を1だし、
同じようにして第 N 行の成分も1です。でそれからもう一つ、これはあまり当たり前ではないかもしれませんが、このシグマインバースの符号というのは、実は、シグマの符号に等しいということが、言えまして、でこれはあまり当たり前ではないんですけれども、この教科書の演習問題にもなっています。教科書70ページの問題 3.4 の括弧3という演習問題にもなっていますので、ちょうどいい機会ですので皆さんぜひ考えてみてください。ヒントとしては、その任意の置換というのはその互換の積で表されるというのがありました。でその際に、逆置換とその元の置換ではその互換の積の個数は変わらないということが、その互換の積の表し方から分かると思いますので、ちょっと各自考えてみてください。ということで以上のことからですね、実はこの置換行列 A シグマの行列式は A シグマの符号に等しいという結論が導かれます。ここまでいいですか。はい、それからあと、その括弧2ですね、括弧2の単位行列の行列式が1になるというのは、これもやはり同じように行列式の定義から考えますと、実はこれ括弧1と同じように、その行列式の中でですね、ゼロにならない項というのはたった1項しか残りません。どういうものかというと、ある置換シグマを取ったときにですね、A の第1行の非ゼロの要素は A の11成分だけです。それから A の第2行の非ゼロの成分は22成分だけです。で同じようにして A の第 N 行の非ゼロの成分は NN 成分だけです。そうすると、こういうですね、この行と列が等しくなるような置換に対応する部分だけ、この項だけが非ゼロになるということで、じゃあこういうですね、その行番号と列番号が変わらない置換はどういう置換だったかというと、実はすなわち高等置換なわけですね。でここは高等置換だと。1オメガというような書き方をしました。それから、あと単位行列ですから、11成分も22成分も NN 成分まで、成分の値は全て1です。で、最後にこの高等置換の符号は、何かというと、全くそのどの数字も写しませんので、この符号は1だということで、最終的にこの単位行列の行列式は1という結論が導かれます。ということで、一応このぐらいの問題ですと、その行列式の定義ですね、定義をこうもう一回思い直す返すことで、こういった性質を導くことができますので、非常に詰まったときには大変かもしれませんけれども、ちょっと行列式の定義に戻ってよく考えてみましょう。はい、それであと5分ぐらいなんですが、じゃあ一応教科書のあと残りですね、2つほど課題をやっておきます。補題 3.6 というのは、これは行列式を
実際に計算する上では非常に便利な性質の一つなんですけれども、その上三角行列 の行列式は対角成分の積に等しいというのがこの補題 3.6 です。で、これも証明はですね、教科書でも非常に大雑把に文章にしか書いていませんけれども、一応先ほどのように行列式の定義に戻って、どういう置換の組み合わせだとこのゼロでない項が出てくるかということをよく考えてみることで分かると思います。でちょっと時間の都合で詳しくは触れられませんけれども、一応僕の講義ノートにはこの補題の補題になるようなこの命題を経てこの補題の証明をしておりますので、気になる人は後で講義ノートをダウンロードして見てみてください。でそれから、もう一つですね、行列のそのブロックの形でのその行列式に関する性質なんですが、A が M 次正方行列で、B が M 行 N 列、それから C が N 次正方行列で、で最後に D というのを A と C をですね、対角線上に並べた、こういうブロックに並べた行列の時ですね、この時この D の行列式というのは実はこの対角線上に並んだA の行列式と、だから C の行列式に等しいということも、ここ結構実際上は使えると思うんですけれども、証明はちょっと大変かもしれません。で、実はそうですね、非常に困ったのはですね、この教科書ですと、この補題 3.7 の証明が同じような論法で次の結果も得るという。何文字でしょう、10文字ぐらいで終わっていまして、同じような論法といっても多分初めて考えるようとするとなかなかわからないんじゃないかなと思ってですね、僕も、昨日のこう帰りの飛行機の中で一生懸命考えていたんですが、なかなかよくわからなくって、昨夜も一生懸命考えてようやくなんとなく分かってきたので、それを一応僕の講義ノートには書いておきましたので、ちょっと同じような論法というのがすごく気になるという人は後でまた僕の講義ノートを参考にしてみてください。ここまで何か質問ありませんか。はい、今日はちょっとその置換行列についてじっくり見てみました。でただ一応ですね、これからその皆さんが多分身につけた方が良いと思われる行列式に関する性質がこれからたくさん出てきますので、あんまりゆっくりもしてられないなと思いますので、一応今日のところでその第 3.3 節まで、教科書77ページまで終わったことにしまして、で、次回からその第 3.4 節行列式の性質に入っていきたいと思います。じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。